ようこそ腕時計本舗へ。スタッフのカオリンです。今回の動画では割れピンを使ったピン式ベルトのサイズ調整方法をご説明したいと思います。まずはご用意していただく工具をご紹介していきます。こちらはハンマーですね。ピンを抜いたり押し込む時に使用します。このハンマーでいうと金色の方が金属製なので、硬いものを叩く時に使って、黒い方がプラスチック製なので叩いて傷をつけたくない時に使います。次はこちら、ピン外しといってピンを抜く時に使う工具です。ピンの太さによって針の太さを変えます。そしてこちらがバンドホルダーといいまして、ベルトを固定させるために使います。これはナイロンなんですが、バンドホルダーにベルトを挟む時にベルトに傷がつかないように使用するんですが、もしこのようなナイロンがなければ食品用ラップを何枚か重ねて使ってもらってもいいかと思います。はい、そしてですね、こちらがベルトの中に入っている割れピンというものです。片方の先が膨らんで割れているので割れピンと言われています。今回はこの太さのピン外しを使ってサイズ調整していきたいと思います。まずは12時、6時側のどちらを調整するかなんですが、通常は12時側が長いものが多いのでそっちを調整すればいいんですが、この時計のようにどちらも同じ長さの場合は6時側を調整するのがおすすめです。ピンを抜く方向はベルトの裏側に矢印が書いてあって、その矢印の方向にピンを抜いていきます。ナイロンをバンドホルダーに挟んでネジを回してしっかり固定させます。ではピンを抜いていきます。薬指と小指でピン外しとバンドホルダーを動かないように固定させます。ハンマーの金属製の方でピン外しを叩きます。そして隣の2個目のピンも同じように抜きます。この時指を叩いたりピン外しの先でベルトに傷がつかないようにお気をつけください。ピンが抜けたらバンドホルダーから時計を外してピンを指で抜きます。という感じでコマが一つ外れました。次はベルトをつないでいきます。矢印の向きが上を向いている状態で持ちます。そしてピンの割れている方を上にして入れ、少し指で押し込みます。バンドホルダーで固定させて直接ピンを叩くんですが、ハンマーの黒い方で叩きます。少し押し込んだ方が見た目が綺麗なのでピン外しを使って軽く叩きます。ベルトに傷がつかないように気をつけてくださいね。それとあんまり叩きすぎると逆側からピンが出てきちゃうので、こちらもご注意ください。ということで、ベルトの側面からもピンが出ていない状態となって出来上がりです。サイドから見たらこんな感じです。6時側のベルトが短くなっていますね。以上の方法でだいたい1センチくらいの調整ができますが、微調整の方法もご説明したいと思います。このバックル部分のピンを調整するんですが、このピンはバネになっているのでピン外しを使ってグッと押し込んで横の穴にずらします。そして穴にはまるとカチッと音がします。反対側も同じようにします。ずらすときにバックルから外れるとピンが飛び出る可能性があるので気をつけてくださいね。そうするとこのように少し調整ができます。少し引っ張ってみてちゃんとはまってるか確認してくださいね。以上でピン式ベルトのサイズ調整方法をご紹介しました。最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が参考になったという方は高評価、コメント、またチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。